滝山城は、現在の東京都八王子市館木町にあった、戦国時代の日本の城である、国の史跡、大石氏北条氏治テルの居城。現在は、滝山城址公園として、整備済み、八王子駅から西東京バスによる定期便あり、影響と大堀切れ、多摩川と秋川の合流点にある、霞丘陵の複,の複雑な地形を巧みに利用した、天然の要塞で、 関東随一の規模を誇ったという。現在、移行として、本丸、中の丸、空堀、縦堀、古行、車、土橋、土類、縦堀、車などが残っており、国の史跡に指定されている6月9日指定。大部分が東京都立公園、滝山自然公園となり桜の名所であるが未だに、私有地もあるので公園化されない部分が多いのも現状である。 遺構の保存状態が良く、かつ、遺構の分かりやすく、中世上閣の最高傑作とも言われている。1521年、北条氏康が、川越の野戦で、大木谷上杉氏を滅ぼし、山内上杉氏の勢力を武蔵から排除すると、大石定地は、北条氏康の三男、宇治寺を娘婿に迎え、事実上、大石氏は、北条氏の軍門に下った。 1558年頃、北条宇治テルは、城の大改修を実施した。また、1561年春に、上杉テルトラが、小田原城を攻めた際に、滝山城下を経由した形跡があるのに合戦が、起きていないこと、同年7月に、北条宇治安が、三田市を攻めた際に、滝山城よりも遠い有城に本営を置いている、ことなど、 滝山城が存在していれば起こり得ない事例を挙げて、同年当時滝山城はまだ存在していないという説もある。この説によれば、小田原城から、由の北城宇治テルへの胸物洗面所の指示を示した、主印城が出された1563年4月より、北城宇治テルが滝山城への年貢納入を命じた、発給文書が出された1567年9月までの4年。 あまりの時期に、上杉謙信の難化に対抗するために、滝山城が築城されたとする。また、他にも、滝山城への移転理由を、北条氏が三田氏を滅ぼしてその給料をうじてるに与えられたことをきっかけととも言われる。天文二年、北条氏綱、鶴岡八万宮造営。低久差し逃避拠出を拒み、滝山城の口実を与えたか。1536年。 北条氏康、武田の火星を得て、滝山城攻撃か。天文21年、長岡家虎方と、後北条司法が、滝山城方面にて交戦。A612 年、小田原攻撃に向かう武田信玄軍、約2万人が、滝山城の北側の廃島に陣を敷き、別動隊の小山田信茂大戦が未整備の感動を、通り小仏峠から侵入。これに対し北条司法は、 二十里で迎撃したが一周された。後方上仕方は予測外の方向より攻められたため、滝山城三の丸まで攻め込まれ、落城寸前にまで追い込まれたが、二千の貨幣でしのいだ。しかしこの戦いは、滝山城の防御体制が不十分であることを痛感させ、八王子城を築城し移転するきっかけとなったとも言われているが、真相は謎である。なお、 滝山城の三の丸や中の丸まで、落城寸前まで攻められたとは、江戸期に書かれた甲斐の武田氏の軍記物語、紅葉軍艦、や、武田記、が書かれた、よるものである。しかし、宇治テル本人が、永禄十二年十月二十四日に、越後の上杉テルトラの家臣、山吉豊守及び川田茂地下に宛てた、書状によれば、滝山城の城下町である宿三口で、 戦いが行われたと書かれているが、実際は不明である。または、1577年2月5日、武田の家臣で、鶴軍上野原の領主である、加藤貞影が、鶴軍諏訪神社の奉納された胸札の記載によれば、加藤貞影の父、丹後守影忠は、武田信玄に従い、北条氏攻撃のため、宇治テの居城を滝山城下に放火し裸次とし、 10月27日に本郷に陣取ったと記載がある。天正15年前後、宇治てるが八王子城に本拠を移すまでの期間、滝山城は成長として使用されており、1569年11月23日、滝山城と相模国津久井城の不審を、北条宇治政が指示したことが、小学坊、足利義氏が小山秀綱に送った書状がある。 1570年8月13日、植杉氏の使者、大石義綱、北条氏側との交渉について、山吉豊守に報じた中で、植杉テルトラが、越山するなら、北条方からは、過労の子兄弟2.3人を人質に提供し、植杉方から、過労の子1、2人を人質にとって、滝山か、八方に置くとの提案があったと記す。 1570年10月16日、宇治てる、小山田八里に対し、敵が入間川まで来た場合の戦争に備え、男は武器を持って18日未明に滝山に集合し、天候を受けるように命じる1572年7月25日に、宇治てるは、玉軍の家臣、中村や五郎、岩田、石川、宮本を翌日早朝に滝山城に召し出すという主因状を出す。 1575年11月19日、宇治てる、埼玉郡、訓下分の山に、直轄の立林を設け、下草の狩りも禁じ、違反者は滝山に連行するよう島村と書女子、吉田氏に命じる1576年1月11日、宇治てる、長田村の立林で下草狩りなどをした者を、滝山に連行するよう、長田村の藤七郎、矢十郎に命じる。 1577年2月10日、宇治テル、八王子山麓の猫屋保護のため、八王子川の畜牧、下草の伐採を禁じ、違反者は滝山に連行するよう約さん別当に、明治る1578年10月26日、宇治テルは、並木屋六郎に、小山城の財番を命じ、大石テル元と共に来月7日滝山を出て、九大室、榎本を経て、 10日に小山に到着するよう命じる、衆院状を出す。1580年ルー3月4日、宇治テルは、武田方との戦争に備えて、滝山塾に陣取り、陣ブレ次第出発するよう、肘方八太郎に命じる、衆院状を出す。1590年、豊臣秀吉法が、北条攻めに再始作成した城と軍勢に関する覚書の中に、 北条宇治テルの管轄する6カ所の城の名と4500基という軍勢数が記載される。その中に、竹山の城は、竹山城を指しているとも言われてる。1590年6月、広田出雲守る、高橋越前守る、市川三郎兵衛、小沢神三郎らが、八王子城、竹山城で討ち死にするとあるが、 真実は不明である1951年6月9日、史跡名称天然記念物に指定された。2017年、日本城閣協会により、俗日本百名城に選定された。2020年6月19日、霊気万山高尾山から、人々の祈りが紡ぐ、相当物語のタイトルで、文化庁による、日本遺産に、八王子城と高尾山ともに、滝山城も、その際、 構成要素として関連史跡として認定された。現在の八王子市の中心にある JR、八王子駅北口の近くにある八幡町、横山町、八日町は、もともとは滝山城の城下町から始まり、八王子城を経て大久保長安により現在の地に至る。このことを、未宿山店という、八王子織物の起源も、 滝山城下の市で取引された頃だと言われている。滝山城の城下には、もともと、善隆寺、宝生寺、御岳神社、少林寺、極楽寺、大善寺などがあり、御岳神社と少林寺は、現在も滝山城の近くにあり、少林寺と御岳神社以外は、八王子城を経て、現在の地に至る。中でも少林寺は特に、 宇治テルトカシと大石氏のゆかりが強い寺である。他にも、北東を、鬼門除けとして、かつて、武蔵村山のあたりにあり、現在は、国分寺市に移った観音寺と秋島市にある、天台宗の不明寺の所有の大日堂も、滝山城の鬼門除けされている。伝二のクルワの横堀滝山城は、伝二の丸の集中防衛を意識して作られており、二の丸の周囲には、 前出し状の車のようなものがあり、滝山城には伝二の丸の周囲だけで、洗浄時期の核、前出し、南前出し、大馬で、唐までの防御性の高い遺構群が残っている。前出しに入る際、またはたとえ、前出し車を突破しても、土橋やマ型状の孤高により、迷路のように敵型を小分けにして殲滅できるように、非常に防御性が高い構造になっている。 単野宿と言われる宿から侵入すると、最終的には天二の丸のラ台から180度の方向から狙われることになる。天気と空気が澄んでいれば、富士山が見えるスポットである。この構造が、同じ北条氏の城で、静岡県三島市にある山中城、宇治テルの最後の城である、八王子城にも影響を与えたとも言われている。滝山城の大手口と言われているのは天の坂から、 途上路、小林地がある、丹谷宿からの途上路、地元幼稚園すみれ幼稚園からの千国坊屋戸などが言われており、実際、どのルートが正規ルートは分かっていない。天の坂から途上路滝山城で発掘調査を行われた場所は、電線上敷、電柱の丸、電本丸の影響の大掘り切れと電本丸のマス型状の古行だけである。中でも電本丸のマス型状の古行の、 発掘調査によると、加工されてない玉川から採石された河原石を使った石畳や暗郷や三方を土塁で築かれていることが見つかった。さらに箇所だけ、白割りの際にここを壊している跡が見つかったが、これが八王子城へ移った際に行われたのか、現時点は不明である。影響は橋を引く装置などが見つかっていないことから、非常時の時は電本丸側、または、 捨て中の丸側に引き込んだり、燃やしたり橋桁を落としたとか、橋板を落としたというと、様々説もあるが、いまだに、滝山城も、未発掘箇所が多く全容の解明に至っていない。滝山城の遺構は、同市の八王子城ほどではないが、八王子市や地元自治会によって保全されているのではなく、東京都と NPO 法人の有志団体によって、少しずつであるが、見やすくなっている。 滝山城に関する絵図は、江戸時代の初期に描かれた、慶安の小津屋西尾市岩瀬文庫所蔵江戸中期の、尊皇論者山形第二が、平学講義の資料として、諸国の城郭なわばり図を収集したもの、出図合決記と、旧広島藩主浅野木に伝えられた、白絵図集、諸国古城の図屋鳥羽藩が、平学研究用に収集して保管していた、日本古城絵図。 急に本陸軍追記部が上閣詩を編纂すべく、大正初期から資料の収集に着手した日本上閣詩資料、八王子市郷土資料館所蔵の上閣図などがあるが、いまだに当時から絵図は見つかっておらず、その全貌は不明な部分が多い。滝山城跡文化遺産データベース、斉藤新一、戦国期、由井の政治的位置、諸集斉藤、中世東国の道と、 上官第13章、黒田元木、北条氏康の妻随慶院平凡者、中世から近世へ、2017年12月。ISBN 978から4から 582477368P85、国指定文化財等データベース。kunishitei.、E、文化 .go.jp。2021年6月2日閲覧。 俗日本百名城公益財団法人日本城閣協会2020年9月4日閲覧祝日本遺産認定八王子市公式ホームページ www.city.hachi.tokyo.jp、ok、2020年9月4日閲覧八王子織物の,の歴史八王子市公式ホームページ www.city.hachi.tokyo.jp、ok、2020年9月4日閲覧ありがとうございます。